あれ？あ、だい。ああ、来た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 。来ちゃったよ、これ。いはやー、いいね、これ。2007年みたい。2017年くらいの。うん。サムネを。やべえよ、これ。これ予想以上にいいね。これいいね。うん。バグってんだろ、時期が。いやー、ほんとに。いや、皆さんどうも、こんばんは。今日ずっと作業してたら頭おかしくなっちゃって、二人と一緒に配信をし始めるというね。通話アプリの闇を暴くという。すごい、聞いてほしい、みんな。あのね、すごいことが起こった。トラくんがいるんだよ。いいよ、別にそこ、強調しなくていいよ。大丈夫、大丈夫。うん、え？で、見て、この車検眼のこのサムネ。うん。これ。え？望月圭さんの絵のやつやで。うん。はい。そして、トラくん、これ。すっごい古いやつや、これね。うん。あ、全部イニシエで。お茶枠500、ありがとう、ね。全部イニシエは受ける。そう。なんで、企画まで。ね、企画まで超えと思って、いつの時代やねんっていう。やっていきましょう。はい。いや、僕、こいつもそんなやったことない、実は。大丈夫。今日は実はね、今日はブレイコーだから。うん。あ、オッケー。うん。つなげで、皆さん、音追をお願いいたします。はい。お願いします。声とって何ですかね。ね、まあ、そういう感じですよ。はい。わかりますよ。そう。音追をね、お願いいたしますね。じゃあ皆さん。このノリやばくない？すげえ久々だよね、なんかこの感じ。確かに。いや、やっぱ、最近凝り固まってたんだよ。うん。家にばっかいて、バカになってたから、本当にね。うん。本当だよ。弾けなきゃと。そう。弾けて混ざれって感じだから。うん。はい。そして。みんな、サンちゃんの開会来たん、うん。ちゃんとツイート見てくれましたか、明日。そう、明日、新作が上がるんで、もう今日ですね、今日。うん、はい、新作上がるんでね、よろしくお願いします。こんばんは。皆さん、ちょ、音追してよ、音追。うん。ねえ。なんで音追しないの？ちょ、一人一人ツイッター見に行くかな、ちょ、うん、最近思ったんだよ、君たち。最近、コメントしなさすぎじゃない配信で。うん。時間帯考えないよ、でもね。いやいやいや。でも相当みんな寝ぼけばなことだよね。3連休1日目の夜だよ、だって。いやいや、関係ねえんなもん。起きるでしょ。うん、音追した。なんてすればええのって。そう。うん。あ、なんてすればいい？初見されました。ですね。やばいって。この配信で、あ、違う。歌い手が彼女を作るってようで。はい、お願いします。はい。終わり。はい。歌い手が声友で彼女を作るってようでお願いします。じゃあ、はい。ちょっと、彼女になるまで終われまってんだから。ああ、なるほどね。はい。よろしくお願いします。はい。本当に。終われまってんだと10回作んないって地獄みたいな。地獄みたいな。ただの10万回になるからね。そう。はい。あ、いいっすね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、すごい。はい、あ、本当にちゃんとしてる、みんな。ありがとうございます。うん。あ、お茶バッグありがとう。うん、お茶バッグありがとう。はい。いや、本当にね、おめえら頼むよ、マジで。ああ。頼むよ。時代戻ろうぜ、マジで。最近ね、平和な配信しかやってねえからつまんねえんだよ、ほんと。うん。ぶっ壊そうぜ、もう。うん、昔に戻る意味を込めてね、やっぱアイコンも昔に戻って、ね、そう、アイコンも昔なんですよ、これ。うん、つまんねえんだよな、最近な。ほんとに平和。平和ボケしてるよ、マジで。アイコンいいな。ほんとだよ。お前ずっと見た、ずっと見てるアイコン。はい。つわけで、これすごいことに、トラ君の声もシャケミの声も向こうに送り込めるんですよ。うん。うんうんうん、ちなみになんですけど、もっとすごいのが、歌が歌えるっていう向こうに。うん。うん、エコーとかもかけられるんですよ。ボイチェンもできるという、うん、最強の機能をね、搭載してまして。ボイチェンかけられるのって一応スタンちゃんだけだっけ？俺だけだね、ボイチェンかかるのは。ああ、オッケー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 。これ思いついたの、この配信始まるさ、1分前ぐらいだからね、やろうって。そう。トラ君から突然何してるみたいななんかチャットが来て、今動画の作業してるって言って終わってから、じゃあなんかしようよ、みたいなね。うん。シャケミから、ね、そうで、シャケミはなんか起きてるからじゃあ呼ぼうっつってね。もう完全にリア友と5時間ぐらいアマンガスやった後に、はい、まあちょっとね、寝る前のキャス開こうかっつったら今何してるってきたんで、そう、危なかった。あと 1,2 分遅かったら普通にキャスしてた、うん、いやいやいや、そのまま配信終わらせてこっちでしょ、普通に考えて。うん、何言ってんだよお前、なんだと思ってたお前だよ、まして。なんか乗り込むつもりだったからね、俺たち。はい、というわけで、じゃあね、こういうとこの画面出していきましょうか。パッてね、ほら、出会い系のこの広告もさることながら、このクソアプリ、うん、危ないですよ、うん、見て、3連休ほら712組が通話中だって。こいつら調子のやがって。もう闇だね、もう闇、うん、闇、これが闇か、うん、調子のやがって、こいつらは。はい、で、まあ、ちなみにちなみにさ、スタンちゃん、これもさ、はい、プロフィール大丈夫？プロフィール、じゃあこれ見ましょうか、皆さんね。今からじゃあみんなで設定していこうか、じゃあプロフィールね。うん。大丈夫です。はい。今これはね、カイトくん、20歳。うん。はい。モテそうな名前一人やんね。うん、これカイトくん20歳、これ。はい。これ配信外で、僕の友達、ミカナっていう人がいるんですけど、ミカナくんとね、喋ってる時に、ミカナくんがね、いや、カイトって名前かっこいいと思うんですよ、とか言って、これあとフリーアイコンなんで、これでいきましょうって言って作った、これミカナじゃねえ。これミカナ。はい。カイトくん20歳ということで、はい。本当は、スタンガン29歳ということでね、よろしくお願いします。はい、やっぱね、カイトって主人公いそうだもんね。そうなんですよ。ね、うん、ピチピチピッチっていうね、昔。懐かしいな。漫画があってね、主人公がカイトって名前。わかりました。はい。身長180センチ。ピチピチピッチ。
よろしく。はい、歌い手とか好きです。あ！もう。歌い手とか好きです。よし、はい、こんばんは。さ、こんばんは皆さん。じゃあ俺はね今から作っちゃいますよ。まずじゃあ彼女から作っていくわ。まず。うん。まず彼女から。その後彼氏。その後彼氏。うん。じゃあね、はいはい、こんばんは皆さん、ね、はい、じゃあアキラくん、こんばんは、早いね、うん、じゃあヌイさん、アキラさん、どっちなんだ、うん、これ聞こえてるみんな、ヌイだってヌイ、ヌイ、うん、バコです、いらっしゃい、うん、聞こえる、これすごいな、みんな1分前とかに聞こえないでしょこれ、そうだよ、すごい、うん、お春日よ出ろバカ野郎、今一番熱い SNS と言っても過言ではない、あ、ニキさんとじゃ寝落ちするわ俺、うん。優しそうだね、うん、2期さんあ、かかんないね、いやいや、もうね、どんどん行くから、うん、ちなみにこれ、女の子はね、すぐかからなくなるっていう、うん、性別女、いや、ダメだよ、俺は男しかいないんだから、なんかこのアプリやってるさ、うん、リスナーさんいるの、これやってる人、いるでしょう、あ、いるの、いる、絶対いるよ、マジか、うん、早くしろ今来た、いらっしゃい今来た、いらっしゃい、あ、いるんだね、700人もやってんのこれ、いや、すごいよ、ほらすごいね、うんほんとだ、710何人だもん、カイトがさ、電話かけてんだから出てくれよ、そうバカがよ、カイトだぞ、だってね、ほらあれこれ、相手に切られてるってことお話できないと、あ、そうそうそう、切られてるか、話し中、うん、あまあまあまあ、待っとけ、みんな、うんお前ら待っとけよ、帰んなよ、うんこのね、今一番こっから神回だからな、うん、任せろさっき試しに1回ってすぐかかったのに、あ、こんばんは、こんばんは、あ、男の人がかかってるのこれ珍しい、あ、本当ですか、そんな話します、あ、全然僕男の人好きなんで、はい、おうん、え、何やってたんですか、今はい、ずっと座って寝ようかなみたいな、この時間もんないなみたいな、あ、なるほど、え、で、何してたんですか、で、何もしてないで、あ、何もしてないんですか、え、なんか趣味とかあります、趣味、はいはい、めっちゃ急すぎて趣味やろ、趣味、バー行ったりすることくらいちゃう、バー、うん、どこのバーっすか、どこのバー、うん、いや、なんか自分がもともとボーイズバーやっとって、あー、はい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 、これだから自分の知り合いの系列の店舗とか行ったりして、なるほど、新宿とかですか、いや、関西の方やから、あー、なるほど、そうなんですね、はい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 、そうそう、まあ東京の方も知り合いあるから、はいはい、あー、はいはいはい、バーはね、危ないっすよ、炎上するんで、あ、やべ、あ、なんでです、ごめんなさい、なんでです、すいません、はい、え、で、あ、いやいや、なんでです、ごめんなさい、ちょっと静かにして、ごめんなさい、はい、ちょっと口が滑っちゃって、ちょっと、うん、すいません、ほんと、はい、うん、え、で、なんか趣味とか、他の趣味は、なんかバーじゃなくて、他の趣味、はい、何聞きたいことあるんだな、うん、バーニャカウタとか、ね、おい、ダメだ、刺さんなかったよ、あ、ダメか、ね、ダメか、ちょ、俺じゃ失敗だ、俺失敗だ、そこはやっぱ一本満足バーでしょ、いやー、失敗か、俺どっちもダメ、俺、ちょっと失敗だ、じゃあ次どっち行く、あ、これじゃあ今さ、行った自信満々なシャケくん、ちょっとじゃあ行こうか、じゃあどれどれ行く、どの子どの人、バーニャ、上からいいよ、上からで、上から、じゃあ宮瀬さんの女の子だよ、出ろよ、俺がかけてるの、下打ちやめな、あー、ごめんなさい、俺がかけてるのに出るの舐めてんなと思って、あ、ごめんなさい、はい、カイトかけてんだけどね、うん、カイトがかけてんの、どうしよう、どういうテンションでいこうかな、うん、じゃあ宮の守る系でいくわ、おー、オッケー、どれ、いや、上からでいいよ、あ、じゃあニキさんね、ニキさんさっきかけなかった、上から、うん、さっきも言ったよ、ね、しつこいカイトだからね、うん、カイトは粘着質だから、うん、さっき断ったのに、うん、カイト粘着質だね、カイジに変える名前、カイジ男しかかかんない、うん、出ねえな、本当に使えねえな、マジで、じゃあ、ゆうなさん行くわ、はい、お、ちょっと待って、やば、あ、あ、あれ待って、ぐるぐるして回線中、こんばんは、こんばんは、こんばんは、あ、聞こえますか、聞こえますよ、あ、聞こえますか、今何してたんですか、特に何もない、あ、特に何もないんですね、はい、僕も今特に何もしなかったんですけど、ちょっとお話しませんか、はいはいはい、あ、なんか好きなものとかあるんですか、はい、
その好きなもの好きなものえ好きなものある例えば好きなもの好きなもの趣味趣味はあるかな例えば趣味お、オウムかなオウムかなどうしたのどうした好きなもの好きなものあれ歌うことってあ、もう一回聞かせてもらっていい歌うことあ、もっと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 ララ知ってるこれ知らんあー僕ね、宮野真守が大好きでもうね、宮野真守さん知ってるカイトカイトうるさいよ何時だと思ってんのあーごめんごめんちょっとあのもうちょっとだけもうちょっとだけ書いてうるさいよ本当にもうちょっとだけ朝早いんだからごめんなさい、はい、あともうちょっとトーン下げるからトーン下げて本当に、はい、ごめんねごめんなさいはいあごめんちょっとあのおばあちゃんおばあちゃんがおばあちゃんが来ててちょ夜遅いからあ大丈夫ですよごめん、ね、あごめんねうんアニメとか見るの見ますあどんなアニメ見るの僕もねめっちゃ見るのアニメまあ、いろんなアニメ見ましたよ。いろんな外国人ですよ。うん。あ、何？外国人。外国人？私。見るのああ、外国の方なのね。どこの方なんですか？あ、そうそう。あのモロッコの方です。モロッコ？え、モロッコからかけてんの？そうだよ。そうだよ。うわ、すごいグローバル。イエー。おう。I have money。最高。ユーナっていうのはどっから来てんの？名前は？ユーナは、まあ、日本の名前と思うんですけど。ああ、あの、無難なね、無難な線を。カイト、うるさいよ。ああ、ごめん、おばあちゃん。ごめん、おばあちゃん。もうちょっとだけ、ちょっと、今、あの、外国の方と今喋ってるから。そうだね、うん。ちょっと、あの、そう、うん。明日早いんだから静かにして、本当に。あごめんなさい、ごめんなさい。はいうん、あごめんね、あごめんね、うん、はい。うっせえな、クソババマジで。あおい、なんか痛いの、おい。ごめんね、ああ、ごめん。うんごめんなさい、もう寝るから、うん、ちょっと静かにしてて、うんうん、僕もちょトーン落とすから、うん、うっせーなクソババマジで、うん、あ、ごめんなさい、ゆうなさん大丈夫ですよモロッコってさ、今夜なのあーまああの、午後の5時あー、夕方くらいだ夕方ぐらいなのねそうそうそう夕方ぐらいのルルルルル日本の文化には詳しいの？ユナさん。詳しくないよ。そうなんだ。どうしてこんな恋友みたいなやつ、うん、暇だった。まあ、日本人と話すのちょっと勉強になる。ああ、勉強のためって感じね。でもね、このアプリでは頭のおかしい人しかおらんね。本当だよね。もう本当頭のおかしい人しかいないからさ。うね、もう困っちゃうのよ。僕もね、本当にまともな人に会えて、うん、ね、もう本当に売れピ本当にね、売れピえ、でもさ、どう一番まともじゃないどう一番まともじゃない一番まとも一番まとも、一番まともっていうのはもうすごい、一般ピーポーってこと一般ピーポーワードフォーリアリーリアリーリアリーオーイエーパイナポーイエーカイトカイトうるさいよおうるせえよクソババお前寝ろよお前かかってこいお前おいおあごめん今ちょっと外国人の方と話してたちょっとあなるほどね何さんと喋ってんのごめんね何さんと喋ってんのえ何さんと喋ってんの二人二人ともうるさいよはちょおばあちゃんやめなってね今なんて言ったお前おばあちゃんやめなっておばあちゃんなんて言ったの今おばあちゃんやめおばあちゃんやめなってうるさいって言ったのおばあちゃんやめなってあん黙ってないちょっとね孫のくせにうるさい本当に孫がおばあちゃんしゃしゃり出んの、ね、孫のくせにすみませんおばあちゃんあんたなんて言うの名前すみませんあなた名前なんて言うのあのなじまですは何なじまま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 じまさん何スマップの振り付けやってんのあんたまじましげきまじまさんスマップの振り付けとか全然モロッコじゃないじゃないか、うん、ねえちょっとね嘘ついたのモロッ
ロボちゃん、ロボちゃんね。声がロボちゃんね。なんだ。ユナさん、ユナさんどんなかどんなお顔してんの？ユナさん、ユナさんボーカロイドみたいになってる。ユナさんね、ユナさん、ユナさんボーカロイドみたいになってるね、あなた今。長いよ長いよ長いよ本当によくスタンちゃん我慢してたねずっと。いや普通にしんどいわマジでね。しんどい。俺ミュートできねえからな俺。ざけんねん本当に。西麻布のまさかモロッコの人はかかると思わないよね。俺西麻布のなな白亜の定定のご定定白亜の定定結婚式場。気品のある白亜の外観がエントランスからゲストを非日常へ誘う西麻布の隠れ場平松ウェンディング。黙れバカが本当に。結婚の予定がねえよボケ。丁寧に読んどいてそれやばいから。うっせんで出してくれよもう本当に。こんなアプリやってるやつか結婚できなきゃねえだろバカが本当に。あやべ。じゃあちょっとトラ君行こうじゃあ次。はい。どれ。これはやばいってハードルが。いやいやいや。誰と誰と誰と。どれ上の人行くじゃん。どれ。うんうん。頼んでいいよ。選んで選んで。2番目うどんさん。うどんさんね。はい。寝落ち通話だよ。バカがよ本当に。ルルルルル。次。あ女子高生。女子高生。女子高生これか。あ、おそこらへん。あ、まあ、どんどん適当にやっていいよ。女子むずいね。女子難しい。下打ちするな。違うよこれリップ音だから。下打ちじゃないからこれリップ音だからやめて本当に。どうしても今日マイクもずっと動画作ってたからねおかしくなっちゃった。どうしてこれ未使用チンポ。名前がいいねマジで。かかってかかってたまるかそんな。出ねえし。未使用チンポ。童貞ってかけ。うん。いいね名前が。名前強すぎんだろ。うんYouTube やったらバンされるのかなこれね。YouTube だとバンされる。YouTube だとバンされるから。いややっぱトラ君はね男の人と喋ってほしいわ。ああいいね。やっぱ女の扱いには慣れてるからな正直。慣れてないよ。超やめてよそういうの。急に来るからね。いやそうそうそうリップ音だから本当にみんな勘違いしないで本当に本当にね。これいくよってリアルフェイスのサビ前のそうあれもリップ音だからね白滝さん、うん、起きた起きたこれ回線落ちだなこれやうん、あこれ回線落ちてそうだなこれ頑張れえどの人ちなみに白滝さんあ14歳18じゃないあ18かうんえちょっとあダメだあー落ちちゃった電波落ちちゃったじゃあ次どれ1枚からどんどん1枚からうんみぴんさん誰かチャットしようチンコ見してだってバカじゃねえ男やんけチンコ見おかしいなこれマジで YouTube だったらバンですよあそっかもう全然 YouTube だったらバンですよあなたも、ねうん、じゃあ斉藤さん行けよこいつらマジでよし斉藤さんだと見せてくれる斉藤さんは俺あの配信ができなくなっちゃう多分あもしもし聞こえる聞こえますよあこんな時間にありがとうねこんばんはこんばんは僕カイトって言うんですけど名前なんて言うんですか名前なんて言うんですか？あ、本名の方ですか？あ、本名で。え、本名はソータです。ソータくん？はい。めっちゃいい名前だね。あ、ありがとうございます。ちなみに、あの、年齢って聞いてもいい？年齢は16です。あ、一緒！あ、一緒ですか？うん。なんか嬉しいな。イェーイ。やった。ちなみにソータくんはさ、はい。彼女とかいるの？いないですよ。あ、本当？僕もいないんだけどさ。うん、いや、いそう。なんか、いや、本当にないよ。奇遇だね、一緒で。奇遇だねって気持ちあるよ。こんな時間に暇してた？うん、暇してた。本当？一緒になんか話してくれる？いいっすよ。でもさ、男でも大丈夫？あ、全然大丈夫っすよ。その大丈夫っていうのは、うん、男の人でもいけるってこと？
ちょっとなんか電波悪くて。本当に？あ、ごめんごめんごめん。ちなみにさ、うん、僕の名前呼んでくれる？カイトさん。あ、嬉しい。好き？ねえねえ、好き？好きってどういうことですか？好き？好きって？うん、言って。好き。俺も好き。付き合おうか。おもろいっすね。変。いい？いいよ。やった。じゃあ。もしもし？もしもし。嘘じゃないよね。え？ガチめに言ってる。今いいって言ったよね。ガチめだよ。ガチめなの。今ふざけて言ったのもしかして。え？僕のこともてあそんでんの？え、ネタなのかガチなのかわかんないの？ガチに決まってんじゃん。面白い。何その乾いた笑い。バカにしてんの？え、ちょっと待って、怖い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 。怖くないやめてよね。ちゃんと聞いて。聞いてるよ。ちゃんと答えてね。はい。僕と結婚してくれる？はい、やっぱりまだ早いよ、初対面だと。やっぱり友達からだよ。うち殺すでめん。怖いよ。カンタロウ、こんな時間に大声出して何してるの。ごめんごめんごめん、もう寝るから。わあ、何時だと思ってるの。ごめんごめん、ごめん、分かった、ごめんって。静かにするんだよ。おじいちゃん、待って、ごめん。はい。何して？もしもし？もしもし。聞こえてる？すごい、なんかさっき、え、おじいちゃんの声が聞こえたけど。気のせいだよ。気のせい？僕の返事は？やっぱり、え、友達からだと思うんだ。じゃあさっき好きって言ったのはどういうこと？それはね、冗談だと思ってたよ。君も僕のこともてあそぶんだ。君もってことは、いろんな人に言ってるってことかい？ソータ君は信じてたの。はい。これが最後だよ。はい。ソータ君は僕のこと好き？好きじゃない。殺すぞてめえ、こら！おい！ねえ、もう寝れない。ごめんごめん。ごめん。入ったり。次行ったら夜出すからね。あ、ごめんごめん。入ってこないで。ねえ。お兄ちゃんうるさい。ごめん、ごめん、ね、寝てて寝てて。ごめんね。起こしちゃったね。ごめんね。ソータ君。はい。おやすみなさい。おやすみなさい。ちょっとね。もう辛いよ。いや、すごいね、トラ君、やっぱり。いや、面白いわ、マジ。すごいね。待って、今、どっちがどっち、今、どっちがどっち、おじいちゃん、おばあちゃん、誰、おじいちゃん、おばあちゃん。おばあちゃんを、シャケ。うん。あ、シャケ、あ、びっくりした。カンタロウ、ほんとに。カンタロウ、やべえわ。マジ、名前のチョイスどうなっとんねん、マジで。うん。カイトから正反対なところ行った。ほんとだよ。カンタロウの顔取ってカイトにしたいな、うん、やべえよ、マジで。ちょっとじゃあ、順番的に俺か。いや、トラ君うまいな。いや、お上手やわ、ほんとに。めちゃめちゃお上手や。うん。いや、相手の人に申し訳ないわ。あれ、10代か、今の人。ほんとに10代か。すごいな。10代の声じゃなかったな。もう出た瞬間、キモーターだと思ったもんだって。もしもしみたいな、無惨、あ、無惨か。もしもしみたいな、スカイプチャンネルから来ましたみたいな。うん、古の声だって完全に。うん、スカイプチャンネルから。名前はめっちゃ爽やかな名前してたんだけどね。そうだ、君。男ばっかやね。いねえんだよ、女の子が。
それ女の子じゃない。女の子かからないの。基本的にあのシコラーに捕まっちゃってて女の子は。うん、シコラーって、うん、シコラーって何ですか。いやシコラーに捕まっちゃってんだって基本的にこいつら。シコラーって何ですか。シコラーでシコラー。僕聞いたことないんですけど。初見です。聞いたことない。マジ深夜帯テンションだな本当に。シコラーに捕まるんだ。うん。この子たち結構シコラーに捕まっちゃってんだってね。何それ。うん。何ですかその一族。あ、もしもし。あ、もしもし。こんばんは。あ、こんばんは。あ、なんかいい声ですね、すごい。いや、全然ですよ。あ、本当ですか。何してたんですか。え、声止まってました。あ、はい。え、あの歌い手さんとか好きですか。ルートくんの声が好きです。あ、ルートくんの声が好き。僕はどうですか。私割と好きです。あ、割と好きですか。高めが好きなんですよ。あ、高めが好きなんですね。じゃもうちょっと高めに喋りますね、じゃあ。うんうんうん。どうかな。え、誰の真似。え、いや僕だけど。誰かの真似。いや真似じゃないです、すみません。え、てかわかりました、ちょっと。僕歌い手目指してるんですよ、実は。おお。はい。え、歌い手さんとか聞きます。そらるとか。そらるさん。あと、はい。ウォルピス・カーターとか好き。あ、ウォルピス。ウォルピスさんね。はいはい。ウォルピスさん。はい、いい。あの、高音が好き。あ、高音が好きですね。いいですね、かっこいいですよね、すごい。あと、イブくん、ソウくんの辺が。あー、イブ、ソウ、かっこいいですよね。はいはいはい。僕もちょっと、なんだっけ。他、僕が好きなのは、あれなんですよ。いや迷うな、でもここは。いや知ってるかな、知ってるかな。でも坂戸って坂戸っていう歌いで知ってる。坂戸、はい、とはい、アホの坂戸で。ああ違います、あの浦島坂田線の坂田さんじゃなくて、あの坂戸さんです。わかんないわ、はい、あ知らないですか。なるほど、はい。え、ちょ歌聞いてもらっていいですか。僕の。わかりました。で歌いますね。じゃあ、米津玄師さんのピースサイン歌います。じゃあマイスター得意け得意けと僕の中で誰かがたどうしようもないほど熱烈にいつだって目を離した君が二度と悲しまないように笑うそんなヒーローになるための歌さらば掲げるピースサイン転がってくストーリーをカンタ。お前何時だと思ってんだ今。え、お前今何時だと思っているんだ。静かにしなさい。ごめんなさいお父さん。わかったかね。次大きな声を出したらただじゃおかないからね。ごめんなさい。わかったかい。はいはい、ごめんなさい。あ、もしもし。もしもし。ごめんなさい、小林さん、ごめんなさい。お父さんが。え、自分で録音、え、一人二役ってこと。お父さんが今入ってきて。あ、録音？録音じゃないです。違う違う、本当にお父さんが。あ、お父さん。ごめんなさい、本当に。あ、切れますよ、じゃあ。あ、いやいや、もうちょっと喋りましょう。俺、小林さんのこと結構好きなんで、はい。はい、ごめんなさい。はい。で、うち、猫飼ってるんですよ、猫。ほうほう、はい、うちの猫すごい可愛いんですけどね、うん、猫、はい、ちょ、呼んでもらっていいですか。うん、呼んでもらってもいいですか。うん、そう、今なんて言うんですか。トラちゃんっていう名前の猫なんだけど、ちょっと呼んであげてくれる。トラちゃんって。トラちゃん、気安く呼ぶんじゃねえよ。可愛いし、うちの猫ね。そうですね、うん、うちの猫ちゃんなんだけどね。もう一回呼んであげて、トラちゃんって。お、呼べよ、お前、おい。二度言わすな、呼べ。待って、それは今、ちょっと、待って、私、登場人物多くて分かんないわ。今、誰？今、ヒャダイン。ヒャダイン？あ、そうそうそう。え、ヒャダインいるの？いる。設定なの？間違えた。ヒャドだった、ヒャド。間違えた。誰、ヒャドって。ヒャドさん、ヒャドさん。ヒャダインヒャダインさんは違った、ヒャドさん、うん、プロデューサーやんけ、うん、呼び捨てするな、マイヤマタさんと呼べ。あ、でも全然声似てない。あ、え、小林さんは なんかごめんなさい、ちょっと今猫ちゃんがちょっとすごいスリスリしてきちゃって、うち俺にごめんなさい、ごめんなさい、はい、すいません、すいません。猫はマイヤマタさん。そうです、そうです、うちマイヤマタって猫がいて、うん、そう、トラじゃないんだ。マイヤマタトラ。あ、なるほど。ヒャダインはどこ。いやいや、それ間違えちゃったね、今日俺がちょっと。あ、なるほどね。マイヤマタをヒャダインって言ったのね。そう、間違えちゃった。なんか、うん、そうだね。間違えない。ごめんごめんごめん。うん。え、なんか YouTube とか見る？音楽
は見るかな。あ、何の音楽聞いた最近は。音楽、うん、あとね、うん、芸人さんなんだけど。芸人さん、星野ディスコ。あー、星野源さんね。うん、うん、違う違う、たまに重なり、ね、星野ディスコ、会うような僕ら、扉閉じれば明日が生まれるなら遊ぼう一緒に、ペン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 、うちで踊ろう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 。カンタ、さっき言っただろうが、うさくしたらいけないって。うちで踊るな。ごめんなさい、で出てくじゃん、ちょっと待ってて。じゃ、小林ちゃん、小林ちゃん、ちょっと待って、俺外行くわ今から。ちょっと待ってて、ちょっとだけ水をするね。しますね。あ、了解。はい、ガチャン。ドドドドド。はい、よし。あ、もしもし。あ、もしもし。外来たわ。外？うん、外来た。小林ちゃんも外行こう、今から。いや、寒い。寒い？え、寒くない、全然、うん。うん。俺が温めてやるから。あ、大丈夫です。は？今なんて言った？ね、そろそろ寝ようかなって言いました。え？うん。え？うん？嘘でしょ？え、今、うん、俺が温めるんだよ、だって。うん。うん。どう？うん。うん。どう？うん。うんじゃなくて、ね。うん。うん。欲しいでしょ？うん。俺の温めるの。んじゃなくて、答えろって、はい、なあ。はい、実際どうなの？はい、俺に、はい、温めてほしいよね。いえ。は？お前ぶっ殺すぞ、お前マジで。もう、わかりました。おめ、もう、なんだおめ、本当に。おめ彼氏とかいんのか、おめ。はい、いんの彼氏。はい、マジかよ。あ、いいえです。え、嘘ついた今。嘘つきました。あ、フリーでしょ。フリーだよね。フリーですね。ってことは、はい、やっぱし俺に温めてもらいたいよね。いや、全然大丈夫です。うっせ、ぶっ殺すおめえ。もうなんかそういう言葉遣いしてたら彼女ないんじゃないですかね。他人に対して。なるほど。知らんけど。すいませんでした。僕の負けです。はい。すいませんでした。本当に。え、YouTuber ですか？あ、僕ですか？うん、はい、僕 YouTuber です。はい。あ、YouTuber 二人目なんだよね。あ、本当ですか？誰ですか？前回は。誰の？いや、ちょっと忘れちゃった。あー、なるほど。え、チャンネル教えたら登録してくれます？あー、あ、はい。あ、じゃあまあまあ、見てくれたらいいです。じゃあ動画、はい。なんて名前ですか？調べられます今。はい、はい、S、 あ、 S、 はい、 E、 E、 I、 I、 K、 ど、あ、二人いるの？あ、いや、違う、 I、 N、 I、はい、これ俺のチャンネルなんで、はい。本当に？はい。本当に？はいはい、よかったらなんかチャンネル登録してくれたら、はい。もうもう、この人知らない。あ、本当ですか？ちょっと名前聞いたことある。ああ、はい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 。まあまあまあ。本当にこの人？あ、そうです、僕です、それ、はい。声聞いてみたら分かると思うんで、はい。え、本当に？はいはい。え、でも。なんかこの人有名だよね。ああ、まあ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 、僕ね、この人って言っちゃダメか。ああ、僕です、僕です。はい。え、でも声どれ喋ってますか、この変化。あは、動画の声ですか？いきますよ。どうも、最近 TV の最近です。本日こちら。で、これ動画上ですね、これ。はい。これ動画上の声なんで、はい。大人へようこそ。似てる。いや、似てるじゃない、本人なんで、はい。前回の最近です。はい、僕なんで。はい。え、本当に？あ、そうです、僕です、はい。え、なんで？いやいやいや、まあ、ちょっと動画の企画でちょっとやってたんですよね、はい。
なるほど、はいはいはい、声玉使うんですか。あ、そうですね、やっぱ声玉やっぱ今旬のねネタなんで、はい、はいはいはい、うん、この方。あ、そうです、僕です、それ、はい、僕なの。はい、僕です、はい、それ、はい。ちょ、これ動画使ってもいいですか、これ。どこ使う場所があるんですか。いや、最初のところとかすごい面白いところ結構取れたかあったんで、これちょっと使わせてもらっていいですか。あ、名前は出さないんで大丈夫です、はい。あ、全然いいんですけど、はいはいはい、全然面白いこと喋ってない。いやいや、大丈夫大丈夫です。あの、一番取れ高が良かったのは、そういう暴言ばっか吐くからね、彼女いないんじゃないですかって、あそこがすごい、やっぱいい取れ高だったんで、はい。なんかでも、はい。一回、さっき、はい、YouTuber に当たったことがあるって言ったじゃないですか。あ、はいはい。何さんですか、それは。いや、すごい、多分、無名だったんですよ。はい、なんか無名な方だった。あ、無名だったですね。はいはい。僕はまあ有名なんでね、はい。まあ、正直。多分、あの、はい、340万人と比べ、そう比べちゃうとすごい少ない、はい、はい、そうですね、まあ本当に覚えてないんですけど、はいはい、の時に、はい、やっぱあの何動画がなんていうの、音声とかがすごいしっかりしてたのとか。ああ、なるほど、僕音声しっかりしてますよね、やっぱ。でもこれ、あ、そう、エコーかかってたから、あ、はい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 、一瞬でなんかこの方だとは思ってないけど、はいはいはい、YouTuber だなって思って。ああ、なるほど、ありがとうございます、本当にね。じゃあ動画にちょっとね、っ、はい、はいはい、使わせていただきたいと思うので、本当に小林さん、多いと思わなかった、ね、あ、いやいやいや、まあまあ、よかったらね、あのこれからもちょっと応援してくれたら嬉しいです、はい。あ、はい、頑張ってください、はい、よろしくお願いします、はい。っていうね、あの、はい、じゃあありがとうございます、本当にね、はい。いえいえ、はい、じゃあ、あの、またね、ぜひなんか喋る機会があったらよろしくお願いします、はい、はい、じゃあお疲れ様です、本当に、はい、まあ、全部嘘なんですけどね、じゃあ、はい、じゃあお疲れ様です、はい、あ、はい、お疲れ様です。ピュアだね。どうも、セイキリン TV のセイキリンです。純粋すぎるよ。確かに流した瞬間似てたからびっくりした。どうも、セイキリン TV のセイキリンです。セイキリンはずるいよ。ずるい、ずるい。SE 相手がしかもさ、ちゃんと流すってのもさ、完璧すぎて流れが。いやー、いい流れだったわ。うん、SEI の流れでも吹き出しちゃったもん。セイキリンじゃねえか。ハードル高いよ、うん、え、でも結構今センス光ってた俺。ハードル高いよ。いや、もうモサだよモサ。もうお腹いっぱい。小林さんがもうピュアすぎて、ピュアだよ、もう本当にかわいそうなの、途中から。でもやっぱあのかわいそうって思わないのよね俺は、うん、やっぱあのね、人だと思って喋ってないんだよね、このアプリやってる時、やっぱ相手のことを、うん、はい、プロプロだね、これ。あの重要なんで、あの相手を人だと思って喋らないっていう、ここがやっぱ重要。なるほどね、分かった分かった、そう、次行くわ、はい。まあ、シャケミいけると思うんだよね、そう、人じゃない。次男行きたいかも。でもじゃあこの月さん行くわ、じゃあ、はい、どうぞ。ライトさん。ああ、なるほどね、うん。彼女いないゲーム分かってることうっせえ。どうぞ、ライトさんですよ、うん、これライトさんか、これ、ね、ライト、うん、月って書いてライトっていうやつ、うん、僕は新世界の神になる。エル、プサイ、コングル。出ないね、うん、出ないか。メンズもうちょい探すわ、うん。いや、まあ別にいいけどね、クソガキいいじゃん。クソガキ、クソガキ繋がって。こんばんは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 。わー、テンション高いっすね。な、何してたんすか。テンション高いっすよ。僕ゲームしてます今。ゲーム、あー、すごいっすね。そう、ゲームします。僕ね、あの、YouTuber やってるんですよ。はい。YouTuber やってて、YouTuber って見ます？ YouTuber ですか。はい、うん、YouTuber やってるんですけど、YouTuber って見ますか。はい、あ、めっちゃ見ますもん、毎日見ます。めっちゃ見る。はい。え、この声に聞き覚えない？ないです、ごめんなさい。歌いってめっちゃ見るんですけど、ないです。結構有名なんだけどな。マジっすか、ちょっとこの後もう、今日からしますじゃん。じゃあヒントあげる、ヒント。はいはいはい。ヒントあげる。ね、プロの漫画家なの。はい、漫画家？本当ですか？プロの漫画家なの。漫画家？プロの漫画家。漫画家？漫画家って何てさんですか？見ないか。じゃあ今ちょっと検索してみてほしい。今しますしますね。あのペガサス、はい、ハイド、ペガサス12万。あ、それ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 。え、めっちゃ有名人じゃないですか。そうなんだよ。え、マジっすか。え、あ、そう、知ってる、こんにちは、見たことある、こんにちは。え、サムネイル見たことあります、これ。おすすめになんか出てきたことがあるかもしれない。そう、プロの添削してんの。え、すごい、有名人さんだ。ありがとうございます。そう、なんかさ、こういうご時世だから全然さ、はい、あの外に出なくて、はい、はい、うん、あのだからこうちょっとこういうともやってみようかなみたいな。はいはい。え、名前、名前なんて、名前なんていうの、名前なんていうの。はい、名前、本名ですか。あ、うん、あ、本名、本名いいの、大丈夫、うん、いや、え、ネットの名前だったら、あ、どっちでもいい、あ、
ちょっと僕あの ラーズっていうやっか名前でやってます。ラーズ。はい。ラーズ。新しい惑星みたいな名前してるね。かっこいい。はい。新しい。ありがとうございます。友達と考えました。あ、友達と考えたんだ。はい。友達もネットやってんの？友達もやってます。へえ。みんなで。結構周りみんな。ネットの活動っていうのは？ネットの活動昔してたんですけど、最近でもやってないですね。あ、やってないんだ。はい。昔は YouTube やってたんですけど。え、YouTuber だったの？昔は。おお、もう残ってないの、チャンネル。チャンネルあるっちゃあるんですけど、動いてない感じです。動画も全部なくなっちゃって。ああ、そうなんだ。え、いくつ、はい、今いくつなの？僕今14です。うわ、若っ。もう私50歳だよね。50歳の声じゃないですよ。もっと若いですよ。あ、本当に？よく言われるんだけどさ。はい、え、14なの？え、14、今14なのに。はい。今14なのに、あの、やってたの、YouTuber を。あ、昔、はい、ちょっと憧れがやっぱあって。一人で一人の時もあって、二人の時もあったしって感じで。グループ組んで。え、その時の名前とか あったりするの？その時の名前はちょっと検索されると恥ずかしいので、ちょっと。ああ、そうか。はい、どういう動画上げてたの？いや、もうゲームですね。まあ、マインクラフトってゲームをやってました。ゲーム？はい、ゲーム実況。実況って言っていいのか分かんないですけど、ゲームやってました。わあ、何やってたの？パープロ？マインクラフトっていうゲームを。ああ、パープロね。なるほど。パープロ、いや野球です。パープロもね、すごい好きなんだよ私。パープロ、パープロめっちゃ好きで。野球みたいなやつですか、ね。あ、そう、実況、パワフルプロ野球。知ってる。パープロ。え？パープロじゃない？パープロです。あ、パープロじゃやっぱり。やっぱり、世界一面白いゲームだから。あ、世界一ですよねあれ。世界一面白いゲームだから。え、本当にパープロだった。ちょっとさ、あの最近耳遠くなってきちゃった、ちょっと。はい。やばいのよ。本当ですか？うん。僕も最近目が悪くなってきちゃって。はい、視力いくつ？悩みです。視力が今 0.7 とか。割とそんなに良いのでは？ハイドさん。本当ですか？ハイドさん。え？ハイドさん、静かにしてもらっていいですか？あ、ごめんなさい。あ、はい、どちら様ですか？あ、僕はボケ仮面です。ボケ仮面？はい。え、ちょっと知らないですけど。ちょっと人んちに勝手に入ってこれでも困るんですよ。いや、あの、ほんと、静かにしてもらっていいですか？あの、いや、ちょっとやめてもらっていいですか、ほんとに。おい。え？ちょっと無理しない、咳込んでるんで無理しないほうがいい。いや、あの、ほんとに、今、あの、動画の編集してるんで、あの、ほんと静かにしてもらっていいですか、ほんとに。おい。え、漫画の賞とかも受賞されてるんですか？あ、私のことですか？はい。そうなんです、そうなんです。お前、ちょっと、俺にも興味持ってよね。はい、誰と喋ってんのこれ、ね、何さん、え、今ね、これね、あのなんだっけな、ラーズくんね、あのラーズくん炎上とかしたことあるの？炎上、あ、ないです。あ、なるほどね、うん、あの彼女バレとかして炎上とかしてないのね。うん、そうなんです、ね、彼女いないんです、僕。おい、なるほどね、うん。え、ラーズくんなんかさ、歌い手とか知ってる？歌い手の話とか。歌い手さん、うん、最近見始めたばっかなんで、そんなにすごいいっぱい知ってるわけじゃない。なるほどね、誰聞いてんの？今聞いてるのが、うん、今聞いてるのが詩人さんっていう方。詩人、知ってる詩人さん。一人だけ。なるほど。面白いので。詩人さん面白いよね。うん。なるほどね。うん。はい。ごめんなさい。あのね、あの詩人さんね、はい、あのこれ、ね、知ってるのよ。お、本当ですか？そう。で、詩人さんのモノマネができるの私。お、本当ですか？うん、お願いしていいですか？聞いてもらっていい？はい。いい。フィラーズ。似てる。すごい。めっちゃ似てますね。あ、似てる？フィラーズ。はい、めっちゃ似てます。ラーメン。ラーメン。めっちゃ似てる。フィラーズめっちゃ似てますね。ラーズさんはなんかできたりする？え、僕、それが特技がなくて今。あ、なるほど。今ずっとなんですけど、特技が。なかなか見つからなくて。ラーズくん、詩人さんのロキとか聞いたことある？あ、あります、あります。あれめっちゃ面白くない？面白いです。あれ天才だよね、ネタ考えた人、マジで。はい、もうほんと思いつくのかって、うん、後世に語り継がれるくらい天才だよね、あれネタ考えた人マジでやばすぎる、はい、本当にめちゃくちゃ面白い、本当にあんなネタ考えられる人がこの世にね存在するっていうのがもう本当に奇跡としか言いようがない。うん、シラス、うん、ね、あ、そうね、あのね、私もねすごい、それすっごい好きなの、それ、うん、はい、すっごい好きで、うん、あの愛の手、あのイントロで愛の手やってる人ねモノマネできるのよ、私名前ちょっと忘れちゃったんだけど、やってもいい？うん、あ、お願いします、お願いします。あ、うん、ロキロウシャケシャケロキロウサーサーロキロウすごロキロキロキイラス
どうこれ、え、すごい、めっちゃ一番自信があるのこれ、めっちゃ似てる、すごっ、うん、いい、すごい、え、すごい似てますね、うん、え、ラーズくんは他に何の歌いて聞くの、え、詩人さんだけしかまだ聞いたことがなくて、詩人さん、詩人さんだけしか聞いたことがないだけなんです、あの、これも友達からちょっと勧められて最近、本当に最近なんで、なるほど、はいはいはい、あなるほど、まだ一人しか、そっか、なるほど、他、はい、他聞く気はないの、他、うん、どうだろうって感じ、今受験生でそんなにいっぱい、ね、うん、ゲームとかしてる時間なくて、なるほど、ね、なるほどね、受験生はやっぱりね、うん、忙しいですものね、やっぱり、なるほどね、うん、なかなかね、か厳しいと思いますよ、そっかそっか、はい、うん、そっかそっか、うん、え、俺歌い手目指してんだけどさ、はい、歌歌ってもいい、あ、お願いします、何の歌好き、うん、僕ボーカロイドが好きなので、うん、何の歌が好き、ボーカロイド、うん、じゃあボーカロイドの、うん、なんかありますか、得意な曲は、あー、じゃあ、いやもう何でも、もう本当にリクエスト受けるよ、うん、じゃあさっき言ったロキで、じゃあお願いしていいですか、あ、ロキ、はい、ロキちょっとわかんねえな、わかんないですか、うん、じゃあ千本桜お願いしていいですか、千本桜ちょっとわかんないな、お、何ならわかるかね、何ならわかる、あれしてピースサインわかる、あ、わかります、あ、じゃあピースサイン歌うね、大好きです、あれ、あ、うん、あ、お願いします、マイエスト、得意か得意かと僕の中で誰かがた、どうしようもないほど熱烈に、いつだって目を離した君が二度と悲しまないように笑う、そんなヒーローになるための歌、さらば掲げろピースサイン、転がってくストーリー、ウォー、めっちゃうまいですね、すごい、おめでとうございます、あ、どうです、歌いて慣れそうですかね、でも絶対もう天下取れます、これは、本当ですか、はい、え、ちょっと歌えてやろうかな、じゃあ、え、もうぜひもう応援します、うん、え、歌えてやろう、え、僕も広めます、始めていただけたら、本当ですか、はい、え、頑張ります、ちょ、若干と作ろう、今、本当ですか、もう今作るわ、じゃあ、名前どうしようかな、なんかいい名前あるかな、え、名前ちょっと僕ネーミングセンスがなくて、うん、あー、なるほど、でもせっかくだからやっぱ名付けてもらいたいよね、うん、どういう名前がいいかな、いい機会だから、え、名前、うん、どうしよう、なんか、え、歌い手さんの名前何がいいかな、かわいいやつがいいな、かわいい名前、うん、なんかないかな、どうだろう、あのペガサスハイドみたいなかわいいやつがいい、うん、どうしよう、じゃあ、はい、どうようだって、どうしようか、あ、違う、どうしようか、あ、じゃあどうしよう、どうしよう、どうしよう、あ、違った違った、かっこよくない、かわいくないな、虫、うん、かわいくない、うん、ペガサスハイドさんだから、うん、うん、普通にペガサスさんとかでどうですか、あ、なるほど、じゃあペガサスのスからと、じゃあスタンちゃんって名前でやろうかな、俺、じゃあスタンちゃん、あ、いいと思います、かっこよくない、はい、スタンちゃん、いいと思います、ちょ作るわ、じゃあアカウント今、お、なるほどね、あるかな、なかなか物騒な名前ですよ、よし、作った作った、検索してみて、なんてやつですか、スタンちゃんって作ってみて、アカウント、スタンちゃん、うん、よいしょ、スタンチャンネル、うんうん、これですか、あの、ツイッター、ツイッター、うん、ツイッター開いて、うん、スタンちゃん、検索しました、あ、出てきた、歌と、あ、これですかね、あ、それそれ、俺作った今アカウント、今作って11万、うん、なんかすごい、いきなりフォローしてくれた、いっぱい、うん、すごい、え、フォローしてくれる、アカウントがありません、え、なんでごめんなさい、ちょっとアカウントが僕つかなくて、うん、どうやってツイッター見たの、じゃあ、あ、今あのブックマークから開きました、おい、ごめんなさい、作って、じゃあ今すぐツイッターのアカウント、今すぐ作りますか、頼むでしょ、ラーズくん、早く、もう余裕ですよ、うん、頼むよ、ラーズくん、ラーズくんね、声かわいい、かわいい、もう本当に、ほんですか、うん、私もう抱いちゃいたい、もうほんまマジですか、うん、ラーズくん早く、抱かせてって言ったら抱かせてくれたりする、うん、いやちょっとどうでしょうかね、ダメダメな、うーん、
ダメな。だー、うん、ダメな。いいですよ、じゃあ。ちょ、ラーズくん早く作ったアカウント、そんなしょうもない話。今よし、はい、早くして、本当に。いや、ちょっと今、ラーズくん口説いてるから、ちょっと。うん、いや、うるせえ、お前、本当に。ラーズ君俺が口説いてるの。よし。できました、じゃあ。フォローした今行きます。うん。あ、今、フォローしに行きます。名前は名前今、ラーズです。ラーズね。オッケーオッケーオッケー。はい。はい、早くして、早く。遅いよ。10、9、1、0。あー。ゼロ遅いんだってね。はあ、なんか20年前の近鉄の4番。あ、しました、今しました。来た、ラーズくんありがとう。フォロー返しとくわ。オッケー、返した。はい。あ、ありがとうございます。え、うん、本当ですか。本当ありがとうございます。うん、うん、返した。もうやばい、もうな、本当にアイコンとかも何も。はい。ないんですけど。ラーズくん、ツイキャス見れる？ツイキャス、あ、うん、これですか。あ、そうそう、俺今やってるやつ、ちょっと見てほしい、それ。ね、あ、今100。うん。あ。見れてますかね、これ。あ、聞こえますか。ラズくん見れた、ツイキャス。あ、見れました。見て。見れました。うん、ラズくん見れた。じゃ、みんなコメントして、ラズくん見てるって早く。コメント。うん。コメント見えてますか。うん。あれ見えてる。あれなんか、おすごい。マジか。いや、すごい泣かれて。ごめんね、遊んじゃってね。ラズくんありがとうね。ラズくんありがとうね。すごい。ラズくんありがとう。ありがとうございます、皆さん。ラズくん面白いね、あの。ラズくん。いや、ありがとうございます。俺ら、あの、詩人さんのロキ一緒に歌ってる。あ、えあれです。さっきミートスタンガンです、はい。です。はい、よろしくお願いします。はい。よかったら動画見てね。うん、こんにちは。こんにちは。こんばんは。はい。こんばんは。ラズくん、ダメだよ、受験生なのに、こんな時間まで起きてちゃ。いや、もう、テストが終わったばっかりで。そう。あ、お疲れさん。ラズくん、うちね、猫がいるんだよ、猫。猫が？うん、ちょっと、トラちゃんって言うんだけど、呼んであげて。トラちゃん？うん。トラちゃん。気安く呼ぶね、ポン君。あ、ちょっと今、機嫌が悪いみたいなんで。ダメだね。名前が、舞山田トラっていう。そう。そうなんですか、うん、かっこいい名前ですね。前山田って呼んであげて、じゃあ。ね。うん。前山田さん。ぶち殺すぞ。ごめん、ダメだったみたいな。ダメだね。うん。うん、たまにこうなっちゃうのよ。うん、ちょっと。たまにこうなっちゃうの。そう。え、かっこいい名前ですね。うん。まあ、ちょ、ラーズくん、よかったコメントしてってね、これから。あ、今、うん、ツイキャスのアカウント今作ってるところです。うん。配信見てくれる？これから。あ、見ますもう。歌も見てくれる？絶対見ます。あー、もう好きラーズくん。あ、ありがとうございます。これから一緒にゲームやろう、毎日。ゲームちょっとどうでしょうか。ちょっと待って、忙しくなりそう。受験生だからね。あー、そっか。ね。じゃあ受験終わったら一緒にスマブラやろう。あ、スマブラ、絶対買います。うん、やろう、じゃあ。うん。マルグリちゃんと、俺と、ラーズくんと、詩人さんでスマブラやろうじゃん。ね。詩人さんも呼んでくれるんですか、ね、呼ぶ。うん。じゃあちょっともう受験頑張ります。頑張ってね。受験合格したらじゃあ一緒にやろうね、じゃあ。はい。うん。ラーズくんと俺と詩人さんとシャケミーでじゃあ、あの、配信しようじゃあね。すごい。うん。あの、受験受かったら。はい、ありがとうございます。毎日。一緒にロキ歌おうね。一緒にロキね。一緒にロキ歌おうね、じゃあね。頑張って、じゃあ僕も歌いてなれるか分かんないですけど。頑張ります。そう、ちょっと頼むわ、ラーズくん。受験頑張ってね、ほんと。うん、ありがとうございます。受験受かったら本当に。じゃあ言っとくわ、じゃあ詩人さんに本当。うん。本当ですか？本当に言っとく。うん。受験受かったら報告してね。受験受かったら俺とシャケミと詩人さんとラーズくんとうちの猫のトラちゃんで配信するっていうと。はい。ありがとうございます。うん、頑張れる？それで。よかったね。頑張ります。うん。じゃあ応援してるからね。ありがとうございます。うん、じゃあ最後呼んであげて、トラちゃん。トラちゃん。帰れ！帰れ！クソかわいそうだ。いや、かわいそう。17分51秒。え、すげえな。いや、面白いな。なんかいい子釣れるね。いや、いいね、なんかね。おう。いい子釣れるよ。お腹痛いわし。流れ完璧じゃん、今の。やば。天才的な配信だな、マジで。おう。いい子釣れるね。まさか詩人さんしか知らないなんていう天然キレマスがねいるとは思ってなかった違うボカロ歌うって言ったのに全然ボカロじゃないしさマジで
もういいんじゃないね。ね、もう楽しいよ、楽しいよ。もういい。もうお腹いっぱいだ、もう。もういいでしょ、みんな。うん。楽しんでもらえた？いやあ、まあ楽しめました。いやー、ほんとに濃い配信だわ、これ。もうお腹いっぱいだわ。うん、ラーズくんいい子だったわ、ほんとに。うん。ね。ね。はい。つうわけで、みんなね、またやります、これ。うん。録画は。明日ね、スタンちゃんの実写動画出ますので。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。20時待機で。うん。はい。ああ、ありがとう、お茶幕ね。うん。はい、もっと待ってますんで、よろしくお願いします。はい。いうん。なんか、いい子ばっか当たってよかったわ、なんか。はい。ほんと。はい、うん、あ、カピカノさん、ね、ありがとう、うん、ありがとう、お茶幕ありがとう、全部ありがとう、ありがとうございます。うん、なんかかってきたんだけど、歌い手さんとかゲーム実況好きです。だってちょ、分かった、じゃあこれで終わるわ。うん、いいよ、お茶幕ありがとうございます。あ、もしもし、もしもし、な、歌い手好きなの？あ、好きです。誰好きなの？モルデオさんとか。モルデオさん？他は？よくないですか？うん。ああ、なるほど。UMM とさ、クレノアっていうグループ知ってる？あ、知ってますよ。うん、あれのさ、学力テストの配信めっちゃ面白くない？めっちゃ面白いですよね。うん、ねえ、見たことある？あ、全部見ましたよ。ああ、どれが面白かった？一番。うん。最近のやつが面白かった、うん、最近どこが面白かった？どのあれが面白かった？どのシーンが面白かった？ね、モルデオさんが壊れちゃったところ。あ、もう宗さんのね、あれでね。うん、ふんふんふん、なるほど。ほうほうほう。じゃあちなみにさ、うん、ラブデザー知ってる？ん？もう一回言おうか。はい、ラブデザは知ってる？え、帰れ！すいません。ラブデザ知らない？聞いてない。知らない？ラブデザ。ラブデザ知らないか。もうそれ前、もういいよ。知らないか。メンバー教えるわ、じゃあ。落とそうとしたのにやめて。いや、待って、ちょっと、ラブデザのメンバー教えるから聞いて、ちなさん。うん、いい？あ、いいですよ。うん、 OK、 聞いてる？うん、聞いてます。トラくん、トラくん、あー、そう、トラくんって人ね。あー、ちょ、聞いて、ちゃんと。あーじゃなくてメンバーの話が、トラくん、としやんさん、としやんさん、うん、はい、メモして、じゃ早く。パソコンに今、はい、メモ取る、早く。うん、いくよ、予想するわ。はい、はい、トラくん、はい、としやんさん、はい、さくやさん、うん、けんじ。絶対言おうと思ってコメントしない。オッケー、はい、メモ取った？取りました。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあそういうことだから、ありがとうね。じゃあね、ありがとう。はい、うん、楽しかった？はい、聞いときます。おめえリスナーだろ絶対なあ。お、帰れ。ほんまにもう完璧にリスナーでしたね。モルデオさんなんてそんなピンポイントでかかってくるわけねえだろ本当に。リスナーがよ、帰れ本当にね。あ、ラブデザって知ってる？え、いいな。まさかあそこでずっと繋いでさ、傷えぐられると思わなかった。いやいや、自分が出したんやろ、だって。ああ、ほんとにもう。ラブデザは知っといてね。はい。ほんとにもう。そうですね。じゃあ、はい、いい配信でしたね、今日は。うん。いや、楽しかった。というわけでね、ほんとに皆さんの、なかなか見ていただけると思うんですよ、この夜中にね。というわけで、エンディング。ね、拍手来てるよ、拍手。うん。パチパチ、うん、あ、ラーズくんありがとね、ラーズくん、うん、あ、てかお茶幕読めなかった、ゆかさん、ちなさん、あと、ね、どこだったかな、ごめんなさい、ちょっとタイミング悪かった、お前のせいだからな、ほんとに、リスナー。
お前聞いてんだろ、お前がタイミングが、お前本当に、うん、お茶爆くんはお前こんな末端の歌い手なんだからさ、あのお茶爆くんの俺言わないとダメだろ本当にね。どうすんだよこれ、投げられなくなっちゃったお前のせいで本当に。おお、うん、あ別に、あごめんね本当に、もう お茶爆くん投げてくる人は神様ということでね、はい、ありがとうございます本当に、はいはい、じゃあそんなわけで、はい、終わりましょう、はい、楽しかった楽しかった、はい、皆さん、ね、みんなもね楽しんでもらえてたらまたあるかもしれないので、はい、またやりますんでこれ、はい、またやりましょうね、うん、はい、いやシャギミ適性あるね君、うん、あ本当に、うん、初めてだ本当に配信でやるの、いやすごいわ本当に、誠さん太田さんありがとう、お茶幕ありがとうございます、うん、ここ3人いけるね、ここ面白いわ全員ぶっ壊れてるマジで壊れてるマジで、うん、全員ぶっ壊れてる意外と闇アプリじゃなかったなマジ、うんうん、闇だったら俺たち3人だったからね、そう、俺らの我々が一番、うん、俺らが一番の闇だったということでね、はい、じゃあお疲れ様でーす、ありがとうありがとう。